神ゲーは着々とできているんだよ。いずれ完成して世界を変える。もう何十年も、十何年もだった。何十年はやばいな。もう十何年も作り込んでるんでね、さすがに売れなきゃまずいね。煽るやん。お疲れ様です。ムービンです。今回からこちらのアンチルーザーというゲームを実況させていただきたいと思います。こちらのゲームですね、フリーゲームとなっておりまして、もしね、この実況を見ていく中でこちらのゲーム気になったなという方はですね、概要欄のリンクからダウンロードできますので、ぜひね、ムービンの実況なんか見ずね、プレイしてください。よろしくお願いします。相変わらずムービンの自分の実況を避けていくんですけれども、まあ、早速ですがね、プレイしていく前にあらすじの方を読ませていただきたいと思います。まだ作品を完成させていない30代独身女性フリゲ作者小森ニートが、読み方合ってるかな、小森ニートさんが性悪な、男の子、下関もうけに罵られる不毛な生活を送りながら長編フリゲを完成させる夢を見る。しかしその結末はという内容でございます。その結末はじゃねえよって言われそうな気がするんだけど、読み方をね急にそれっぽく読んでなんかバカにしてんじゃねえかって言われそうで怖いんですけど、どうやら主人公は女性で、出てくるこの可愛い、多分画面に映ってる可愛い子は女性じゃなくて男の子っていうパターンのねフリーゲームでございます。どうなるんでしょう。エンドがどうやら2つあるようです。やっていきたいと思います。初めからでスタートでございます。前置きが長いですね。本作は暴力表現、罵詈雑言の文章での性的表現、フリゲ作者にはショッキングだと思われる表現などが含まれています。ああ、そっか、主人公がフリゲ作者だから、フリゲ作者に刺さってしまう言葉があるかもしれないってことね。まあ、いいんじゃないですか。状況は創作上の表現であり、作者には実在の犯罪や誹謗中傷などを肯定、助長する意図は一切ないことをご理解ほどお願いいたしますということで。そうですね、私、ムービンの実況も特にね、誹謗中傷を目的としてるわけじゃないので、このゲーム制作者さんに誤解を与えないようね、もう繊細な実況を心がけていただきたいと思います。いただきたいと思います。自分に対していただきたいと思いますってどういうことなんですかっていうところなんですけれども、やっていきたいと思います。まあ私もフリーゲー作者だし、割と自虐ネタだよ、そんな感じでよろしくってことで。なるほどね、ブーメランを投げてるってことね。はいはいはい、女性なのかな、作者さん的にも。どうなるかちょっと分かんないですけど、私は天才フリゲ作者の小弓ゴッデス。すんげえネーミングだね。すんげえなんかラジオネームみたいだね、一昔前の。あ、失礼。あ、早速誹謗中傷ポイント入っちゃったね。早速誹謗中傷ポイント入っちゃったと思うんですけど、実況上の表現です。はい、皆さん許してください。バカにする意図はないです。はい、というわけで、私ムービンがちょっとセリフと若干被ってるね。ちょっと左、気持ち左に反らしました。はい、ゴッテスさんですね。ゴッテスさんが、まだ完成したゲームはないが、作っている大作が完成すれば私の素晴らしさが世に。てんてんてん。お、かわいい。ヤッホー、ニート、進捗どう？どうですか？いきなりそれか。あ、でも、口の聞き方的には男性感あるけど、女性なんだよね。確か。アラサーということで、私、ムービンと近い方だと思うんですけど、ニートさん。よろしくお願いします。あ、雫石ね、下だと思ってました。漢字も読めないわんですね。こいつは雫石儲け。これでも男で私のセフレだ。え、やってんだ。セフレなんだ。そっか。あ、なるほどね。あ、そういう間柄なのね。面白いね。ちなみに私の本名は小森ニート。ニートっていう名前を下の名前につける親見てみたいけどね。私が生まれた当時はニートなんて言葉がなかったから不幸な偶然だ。ああ、昔はニートってなかったんだ。まあ昔はね、プータローっていう方がしっくりくるからね。無職の人のことをプータローって言うんですよ。神ゲーは着々とできているんだよ。いずれ完成して世界を変える。もう何十年も、十何年もだった。何十年はやばいな。もう十何年も作り込んでるんでね、さすがに売れなきゃまずいね。煽るやん。さすがに売れないとね、やばいですよねみたいな。煽ってきてる。これ売れなかった時のことを考えるとちょっと怖いですね。フリゲだから売るわけじゃねえよ。じゃあ代わりに有名になるんだっけ。にしても素人の無料ゲームで世界を変えようなんて夢物語がよく続いてるよね。トゲあるな、いちいち。セフレなんだから優しくしてくれや。ニートって夢見がちで、まさに愚かなニートって感じ。その上顔面もブサイクでマジ救いがないわ。
その救いがない顔面とセフレしてんのすごくない？え、セフレって顔面で付き合うもんじゃないんですか？よくわかんないですけど、セフレなんていないんで僕は。ぐ、くそ、いまいまし、私でもやろうと思えば組み伏せられそうなくらい弱そうなくせに。確かにね、男の子ってちょっとか弱いイメージあるよね。まあ私はこいつより20歳近く年上の大人だから。待って、え、アラサーってことはアラフィフってこと？この人アラフィフの男の子ってこと？20歳近く年上の大人だから暴力はしないでやる、逮捕されたくないし。うん、まあ完成した暁にはお前も有名にしてやるから、せいぜい楽しみにしてろ。はい、時間だけはかけてるからちょっと期待してます。ぷぷぷぷ。腹立つんごねー。うん、クソ腹立つけど可愛い。面だけは本当に可愛い。そういえばこの間の女とはどうなんだ？あの、Twitter で知り合った、ああ、クソまみれ子？まみれ子ってなんだ？クソまみれ子？あんなクソ女とっくに振ったよ。え？クソまみれ子さんは、たくさん贈り物をしたとか、結婚前提まで進んだとかつぶやいてたけど、それはあの女の思い込みだよ。まあ送られたものを全部死者に売ったから結構な値段になったからいいけど。わお、やりてな男の子ですね。50歳アラフィフになって何してるんですか？突っ込みたくなりますけどね。どうせまたたんまり、おごらせて絞った後にイチャモンつけて逆切れでもしたんだろう。毎度のことだ。まあクソまみれ子さんも知り合ってから1ヶ月も経っていない相手と婚約しようとしてたから大概なのだが、はあ、男も女も僕の周りにはあんなゴミみたいな人間ばっか。僕って悲劇のヒロインだよね。やべえタイプの女じゃん。女じゃなかった、男じゃん。もうけさんのセリフだった。うん、そうだね。そうだねのねがカタカナのあたり、あれだな、分かってんだろうな、ニートさんは。うーん、そうか、みたいな。君にも問題があるんじゃないかなと思いつつ、それを言わない感じね。ありますよね。こんなビチグソ野郎だが。言葉が確かに汚い。だが顔だけはいいし、性欲処理もできるので、私は重宝している。どういう関係なんですかね、この主人公とは。あー、ブラブラしてきた。やろうぜ。シャワークラ浴びさせてよ。くせえ方がいいっつってんだろ、いい加減覚えろ。性癖が気持ち悪いな。あ、女性だったはずだよね。あれ、女性だったはずだよね。くせえ方がいいんだ、女性だとしても。なんか男側の特有なそういう性癖かと思ってた。チッキも小声で、小さい舌打ちと暴言が聞こえたけど、指摘すると意味不明に切れてうるさいからする。わかったよ、まったく。うわ、ニート、いつも以上に口臭い。キスだけは勘弁してくれない？うるせえ、金減らすぞ、黙って舌出せ。うえ。うえ。うげえ、べ。儲けは、ティッシュに唾を吐きながら、実に嫌そうな顔をしている。その姿を見て、私は満足感を覚える。あの、なんだ、制服感的な感じね。わからなくないなぁ。これさ、間接的にムービンの変な性癖まで暴露することになんない？やめた方がいいか、このゲーム。やっていきますけど。儲けみたいな顔がいいだけで調子に乗っているクソ野郎に嫌がらせをするのは気持ちがいい。ふぅ、すっきりした。シャワー浴びてきていいよ。じゃあ浴びてくるね。こんなに嫌な思いをしようと、儲けは私から離れられない。儲けのクソみたいな金づるどもの中で一番羽振りがいいのが私だからだ。あ、そうなんだ。じゃあお金払ってんだね。そして私はふと思い出してスマホをいじる。ほう、私には憎い相手、アイヤマで合ってる？アイヤマ女神というフリゲ作者がいる。そいつの各種 SNS アカウントを監視する。まだ新作出してんのか、早すぎんだろクソが。せっかちかよ。ちょっと悪い声を当ててみた途端、なんか肩にはまったな。絵だけはいいな。私だってこんな絵サクサク描けたら、そもそも絵が描けたら。だいたいパクリ疑惑で病んでたくせに、見た目も内容も元ネタまんまのゲーム出すとか、どんな神経してんだ。いや本当に、なんでやったんすか？
すげえ嫌なやつじゃん主人公。私自身は、アイアマメガミと何の関わりもないが、こいつなんかが人気者なのが気に入らない。それだけでイライラする。こいつが作るゲームは薄っぺらいくせに自分で、なんだっけこれ光栄光悦なおみたいな意味の字だよね。だなんだと言わんばかり、それで多くに本当に多くから崇拝されていてヘドが出る。私だったらもっと深みのあるストーリーのゲームを作ることができる。そう、それからこれからこれからお、私ってなんだ、私は天才だ。これ分岐かな、うぬぼれてみる。私は天才だ。私は公開すればたちまち誰もがその素晴らしさに、ひれ伏す、またこうなんちゃら読めなかった、オペラを作ることができる天才、商業だって見過ごせない存在になるんだ。今に見てろ、フリーゲームだけど。フリーゲームでもそっからね、フリーゲームだけどって言い方したけど悪い意味じゃなくて、最初はね、収益が得られないゲームでも、なんだろう、追加コンテンツ入れつつ商業版で Steam とかで売るとか今あるからね。ほぼ1年後あるホテルにて、はい、昨今の制約に配慮して黒塗りにしていますナイス配慮じゃん、やりますね。今日も良かったよ、ありがとうね。あれ、年上の女になってる。うん、こいつ締まりは緩いけど押しに弱いから、いつも生でやらせてくれて助かるわクソすぎるわ。本当にセフレなんだね。もうけちゃん、ねえ、僕たちそろそろ婚約しよう。え？まだ結婚はできないけど、婚約ならできるよね。ずっと僕を支えてほしいんだ。いや、それは、婚約もしてない僕としたことがバレたら捕まっちゃうんじゃない？脅迫や。それに結婚してくれたら僕は貧困から救われて、もう体を売らなくて済むのにな。ああ、愛してるよ。僕にもそう言って、ね。あれ？これあれは？あの人は？ニートさんは？やっほー、ニート。ニートさんどうしたの？ゲーム完成させたのって偉いね。本当にすごいね。でも10年以上かけたのが完成したのに1年経っても何の話題にもなってないとか、ウケるそんなこと言って大丈夫ですか？10年以上かけた10年の傑作、そんなこと言われて大丈夫ですか？暴力に出ないニートさん。私の素晴らしい対策ゲームが完成したはずなのに、何の音沙汰もないのまま過ごしていた。おかしい。なぜなのか。エゴサしてもヌチャンネルで私自身がアホなドゥイッタラというアホなドゥイッタラだから、なんかツイッターの使い方が悪かったのかな、というスレに少し晒されているだけだった。きっと今にも売れっ子実況主がプレイして、なんかね、結構ね、私売れっ子実況主じゃないんだけどゲーム実況者がゲーム実況してダウンロード数が増えることって結構あるみたいで、なんか有名実況者がプレイすると結構ダウンロードするっていうことがあるらしい。まあ、ただね、フリーゲームって実況嫌だって人もいるんで気をつけないといけないんだけど、実況プレイは広告じゃないよ。それに派手な見せ場もない地味な長編じゃ実況には向かないと思う。あ、そうね。なんか今時は短めな短編がね、流行ってるよね。僕は結構長編も実況するけどね。そもそも今更実況されると本気で思ってんの？しかも昨日で非公開にしちゃったでしょ？あれはやむを得ない事情で。一人か二人にクソゲー扱いされたぐらいで非公開するのがやむを得ない事情なの？ほんと、そんなガリガリになるまで頑張った結果が、これとか笑い止まんないな。苦しすぎる苦しすぎる。今一瞬、笑うふりをしようと思ったけど、すぐ、こう、苦しくなって、喉がキュッてしまっちゃったから、笑う演技が途中できなかったわ。くそ、私の素晴らしさが理解できないような世界に作品を産み落とすべきじゃなかった。絶望だわ。マジでそう思ってる？え？ニートのゲームはクソだから見向きもされないのがわからないの？ああ、てめえ何言って。ん？今まで黙ってたけど、僕、ニートがバカにしてた、ビーナスって言われてんのかな？ビーナスのファンなの。ああ、ビーナスはゲームの名前かな？ちょっとスルーしちゃったかも。
アイアマ女神さんは愛してるの。え？なんだって？今なんて言った？瞬時に冷や汗が出る。儲けが、アイアマ女神のファン。あ、年上の女性ってもしかしてアイアマ女神さん？じゃあこれ今回本気で言ってたのかな？さっきのシーンって。何が言いたいかっていうと、さっきの黒塗りの女性いたじゃん、あれもしかしてアイアマ女神さん？聞き間違いか嫌がらせのホラ吹きであってほしい。だが、儲けの表情は変わらない。僕はニートが女神様の、悪口を言ってるのをずっと心底離れ笑いながら聞いてたんだよな。いや、お前はアイアマ女神のあんな質の低いストーリーが面白いと思ってんのか？いや別に。え？あれもあれか、黒塗りの女性に対してなんか生でやれる、推しが弱くて生でやれるヤッホーみたいなこと言ってたから、あれか、別にあれか、関係ないか。ごめん、いいよ、ガチで交際してる感じじゃなかったね、そういえばね。稀に面白い話もあるけど、女神様のゲームは大体面白くないよ。何年も活動してる上に30にもなってテンプレ展開と雑なパクリでしかできないのかって、パクリしかできないのかって毎回感じるし。あ、そこはあれだね、ニートさんと同じ感想だね。有料の作業配信でちょっとダメ出しのコメントがあったからってすぐに配信切って Twitter でそのコメントをした人を晒してたのとかも、ん？のもアホかと。いや、アンチの私よりボロクソ言ってるじゃねえか。お前は本当にファンなのか？ほう。え？どういうこと？そう、女神様は別に面白い作品を出さなくてもいいし、人格者じゃなくてもいいの。確かに女神様の作品はどれもワンパターンだけど、むしろ同じような作品の定期的な供給って安心するのよね。おー、なるほどね。まあ、定期的に作品を投稿する方が人ってついてくれるしね。でも、振り毛業界ってなかなかきつくない？なんか単発で短いものポンポン出す人もいればさ、長編をさ1年2年周期で出してく人もいるからさ、なんとも言えないと思うんだけどね。まあ少なくともニートさんはちょっと長編がっつり作ってポンだから、ちょっと時間かけすぎかなって言われちゃう気はするよね。まあただゲーム作るの大変なの僕知ってるから、なんかあんまり言っちゃうとあれだなと思うんだけどね。うん、正直ね、期待してるものが毎回ちゃんと出てくるもん。こまめな更新は、単純接触効果を生むしね。あ、そういう言い方するんだ。単純接触効果？触れ合う回数が多い相手にはそれだけで愛着を覚えやすいって話。あ、目に触れる回数が多いと自然と、なんか愛着が湧くってことか。サブリミナル効果に近いのかな。それだけじゃない、ヴィーナスの作品はそれっぽい絵とポエムで雰囲気に浸らせて、どんなバカでも、まあこれも読めねえんだよな、まあ高貴なものというか、まあレベルの高いものってことなんだけど、になったような感覚を与えてくれる。何より女神様は、どんな作品のヒロインにも自己投影してるから、同じような境遇の僕には、一層響くんだ。同じような境遇？そう、儲けなんてふざけた名前をつけるクソ親のもとに生まれて誰にも愛されない僕。ニートみたいなカスどもにこびて体を売ることでしか満たされない。ゴミみたいな人生まで女神様は僕と同じなんだ。僕みたいなゴミが美しい悲劇のヒロイン、それが救い以外なんだっていうの。ああ、そういうこと。だから自分のなんだろう、思い出というか過去の出来事とマッチしてるのか。だからなんかストーリー自体の質がそんなにレベル高くないものであっても、その自分とはマッチしてるなって思ってんのかな、この儲けさんは。ああ、女神様に会うまで、ずっと女に生まれたかったと思ってたけど、今は女の女神様と対になる男に生まれたことが嬉しい。ああ、じゃあ女性なんだね、女神さんは。お前本当に何言ってんの。ああ、他の人は違うよね、こんな愛し方をするのは僕だけかも。でも感じ方は違っても、みんな女神様に感謝して女神様を愛している、そこは一緒なんだよ。鳥肌が立ってきた、ゾワゾワする。ちょっと狂気的なあれだよね、愛だよね。キモ、そんなの宗教じゃないか。うん、というか宗教ってのも自体は悪いことじゃないでしょう。まあね、別に宗教自体は悪いことじゃないね。で、とかく言うニートは何してんの。え、女神様が作品を出してられたニートは何してた。うわあ、痛いとこついてくるね。はあ、ふざけるな。私は素晴らしい対策を。あれが素晴らしい対策？面白いこと言うね。お前また神経を逆なでするプロじゃん。
僕さ、ニートを的確にこき下ろすためにあのゲームという名の苦行を我慢して全部クリアしたんだけどさ、まずあのデータ量何なの？あの内容で 1.5GB やば。どうやったら 1.5GB になるんだ？音とか絵の解像度が高すぎんのかな。相手のこと考えてないでしょ。動作も重かったし、あれは演出のために。画像の圧縮とかすればもっと抑えられてた。フリーの動画素材があったからって無駄に重いムービー入れすぎ。未使用素材も大量に残ってた。あ、それだと重くなっちゃうね。中でも、間違えて入れたんだろう、ハメ撮り動画何個か混入してたのは本当に最悪僕のが長ったから別にいいけどさなんでハメ撮り動画を男性じゃなくて女性が持ってんだ。そういうの集めてんのか、この人。女性って書いてあったよね、確か主人公。それでシステム自体は、システム自作はいいけどタイピングでもないのにキーボード全部使わせるのはやりすぎだし、どうやって使わせんの逆に。複雑なだけでつまなかった。あれ何？私の凄さを知らしめるために。シンプルな操作で奥深く遊べる作品はたくさんあるよ。あんな無駄手間かけるくらいならそっちを目指しなよ。おお、めちゃめちゃ的確なアドバイスじゃん。うん、ただこれ何年もかけて作ってるから死んじゃうんじゃない？ニートさん。何よりストーリーが自慢とか言ってるけど雑な中二病で突然入るギャグも寒い。かといって女神様みたいな雰囲気作りもできてないから最悪。ふざけるな。私の作品は最高のオペラ。オペラの意味わかってる？オペラってのは深い長編の劇。わかってないじゃん。ダッサ。そういえば本命の間に作るって言ってたあれもこれも結局全部エターってなんだろう。エターになったわけ。エターってなんだろうな。入れなかったっていうことかな。それか別のゲーム作るよって話。口だけのニートなんかよりきちんと定期的に作品を完成させてる女神様の方がよっぽど偉いじゃん。アピゴゴピ壊れちゃった。ニートさんしっかりして。ボロクソ言われてまぶた痙攣してる。キモ。女神様は発表し続けてるからアンチだらけにもなるの。でもそれ以上に愛してくれるファンたちが大勢いる。僕もそう。でニートには愛してくれる人は一人でもいる。結局ただのキモオタでしかないニートに。はあ、プギャーみたいな絶望ですね。声が出ない。論破ができない。愛だと。私に愛を向けてくれる相手、そんなのネットにも親にも無視され続けている私には一人も。はあ、絶望ですね。女神様が作品でみんなを喜ばせている時、ニートはネットで女神様を含めたいろんな人への悪口やネガキャンでほとんどの時間を浪費してたの。自分が満たされないからって他人に八つ当たりしてるよね。そんなことする時間もゲーム制作や作品鑑賞に使えばよかったのに。本当に惨め。やめろ殺してやる。私は儲けにつかみかかって。バカみたい。あ、男性でしたあ、そうだ、男性でしたね。そういえばニートさん30代ぐらい上の儲けにあっさりと押し倒された。が、儲けの女のような手はよく見れば骨張った男の形だった。あはは、ウケる。僕だって男だよ。女のニートを任すなんて簡単だよ。やめて。もうニートさんの精神ライフはゼロよ。床が冷たく体を余計に痛めつける。ニートには女としての魅力なんてないのに非力なだけなんて悲しいね。顔が熱くなる。涙が溢れる。くそ、畜生、くそ。うわ、ぶっさ、泣くのまで汚いな。じゃあニートは今までいい財布だったけどクソゲー作るために使い果たしてお金もないからもういらない。これで永遠の別れ。僕は6歳年上でちゃんと働いてる今カノと婚約までこぎつけたから将来も安泰。あー、でもちゃんとあれなんだ、あの黒塗りの女性と付き合うんだ。もうニートみたいなブス女やおっさんとやらなくて済む。最後に女神様を侮辱してたことを後悔させたかったから来たんだよね。もうニートには何にもないんだから勝手に死ねば。さようなら。まあでも、まあ必死に頑張ってる人を
誹謗中傷してたしな、このニートさんな。ああ、儲けさんはな、体売ってただけだからね。悪いことしたわけじゃないからな。口は悪いかもしんないけど。まあ、体を売ること自体が犯罪なのかって言われると犯罪ではないもんね、別にね。多分。私法律とか詳しくないけど。その後、儲けから着信拒否もされて二度と会うことはなかった。自殺しようと言ったり自殺予告をしたが、フォロワーは離れていくだけで誰も相手にしてくれなかった。まあ、ネガツイートは人離れていっちゃうからね。ヌチャンネルですら晒されなかった。自殺する気もなえて私はただ生き続ける。私は孤高の天才。誰にも理解されないだけ。いつか。ビーエンド。儲けファナティック。狂信者って意味なのか？はい、音素材がこの以下のあれですね。私もよくゲーム実況動画編集するのにご利用させていただいている音素材の場所の皆様ですね。はい。はい、フォントはこちらということで。終わりましたね。次回、A ルートかな。多分選択肢が1個しかないんで、次回、A ルートやっていこうと思います。多分パート2に続くと思うんですけれども、またね、次回の動画でも見ていただけると嬉しいです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ムービンでした。次回のパートに続きます。バイバイ。